ゴッドフリート・ゼンパーゴッドフリート・ゼンパーは、19世紀、ドイツの建築家。代表作であるドレスデンの歌劇場などの設計で、著名である。ハンブルクに近いアルトナで商人の子として生まれた。ヨハネウム学院を経て、大学で法律学を学ぶ一方、ギリシャ芸術に強い関心を寄せていた。卒業後、建築を学ぶため教会堂の修復などに携わるが、 血統事件を起こし、パリに逃亡した。パリで3年ほど古典主義建築を学んだ。その後、イタリア各地で本場のルネサンス建築や古代の遺跡に触れ、大きな感銘を受け、また、ギリシアで遺跡の実測調査を行った。1832年にドイツに帰国、新古典主義の建築家、シンケルの地具を得た。この時の模様は、 ドイツ建築の成果の図のようであったと形容されることがある。1834年、ドレスデンのザクセ戦王立芸術学校教授になり、宮廷歌劇場、美術館などを建設。作曲家、リヒャルト・アーグナーと進行を結んだ。美術館建設中の1849年、ドレスデンで暴動が起こると、ゼンパーはこれを支援したため死刑判決を受け、亡命を余儀なくされた。 パリなどを経て、ロンドンに赴いた。ロンドンで開催された、万国博覧会や、サウスケンジントン美術館設立にも協力した。この時、クリスタルパレスに関心し、ヘンリー・コールのサークルに接近している。ワーグナーの推薦で1855年設立された、スイスチューリッヒの工芸大学に招かれ、ここでかねてからの研究をまとめ、主張、様式論を刊行した。 この時の工芸大学には歴史家のヤーコブ・ブルクハルトがおり、またブルクハルトだけでなく、フリードリヒ・ニーチェにも影響を与えたとされる。亡命中及びスイス時代に書かれた一連の建築書には、建築の4要素や、科学、工業、芸術、様式論がある。今日では、後のモダニズム建築をはじめとした建築や、建築論に決定的な影響を与えたと、みなされている。 1864年、バイエルン国王ルートビヒ2世からワーグナーとゼンパーが歌劇場建設のためミューン編に招かれた。設計が終わり、着工を待つばかりであったが、ワーグナーの反対派のために計画は中止された。バイロイト市臭劇場はこの時のゼンパー案を、ワーグナーが一部と応用して作ったとされる。1869年、ドレスデンの宮廷歌劇場が、 火災により消失したため、特赦を受けたゼンパーは、再建にあたることになった。基本設計を行い、息子のマンフレット・ゼンパーが、実際の建設にあたった。1871年、皇帝フランツ・ヨーゼフに招かれ、ウィーンに移り、皇宮、博物館、劇場の建設にあたった。古代ローマのフォルム・ロマヌムにちなんだ、皇宮拡張計画であったが、ゼンパーの意に反して、 たびたび計画が変更された。1876年にイタリアへ移り、1879年にローマで死去した。上記の都市は建物自体の建設年であり、別の人物が引き継いだものも含む。ありがとうございます。